アルバムにも入ってるプランっていう曲は、あの途中で歌詞が全部変わったんですよ。歌は同じなんですけど、メロディーは同じ、あ、まあ、歌も違うけど、まあ、あの同じようにリメイクされて今新しいプランになっていますけど、これが元の歌です。そうだね。でもなんか違う曲だよね。全然もう違う曲だね。まあこれはこれでいいよね。うん、あまり親ほろちゃん最近振り付けがないんですけど、踊れないからだよ。あ、そう、踊れないっていうのもあるんだけど、あるある、全然踊れない、踊れない、覚えられない、本当に間違えちゃうもんね。いや本当、いや、になんかさ、2人だけだとね、間違えても目立つし、ね、そうそう、やだ。あの特にさ、マシンソングで、あのマイケル・ジャクソンみたいな振り付けが最初に入ってるんですけど、あれを覚えるのにめっちゃ大変だった。こっちからこっちに移動する時間を考えないといけないっていうのをこう考えてやるんですよ。ダンスができない人っていうのは体が動かないんで、その理屈で覚えないといけないから、ここからここに行くまでに、この動き全然ここまでの時間を計算して、そのタイミングを合わせろみたいな。なんでできないの、そう、なんでできないんだ。いや、これはダンスできるできないの話じゃない。そうそうそう、体が動くか動かないかみたいな。脳のあれが遅いんだよ、ね、多分恐竜みたいな感じなのかもしれない。そう、尻尾踏まれて3分後に気づくとかね。そんな感じ、そんな感じ。そう、ちょっとなんかそう、恐竜はね、大きいから伝達が遅いんですよ。あ、いらない話。